もやし。もやしとは、主に穀類や豆類の種子を人為的に発芽させた新芽。ただし単に発芽させたものでなく、暗所で発芽させ、土長なんかさせたものである。より広い範囲をこれに含める見方もある。故障は、萌えやすに由来する。発芽野菜、新芽野菜を総称して、スプラウトという。スプラウトは、生育方法により、 油中の貝割れ大根などのグループと豆科のもやしなどのグループとに分けられ、前者が種から根を伸ばすのに対し、後者は頭部に種子をつけた状態で伸びていく違いがある。また、栽培方法も、貝割れ大根などは茎が伸びた後は光を当てて栽培するのに対し、もやしは光を当てることなく、暗室のみで栽培するが一般的である。豆類のもやしはビーンズスプラウト、 ビーンスプラウトとも言う。もやしの主要な原料は、大豆、緑豆、ブラックマッペなどである。紫馬小屋シのもやしや蕎麦のもやしもあり、サラダなどに使われている。中国ではエンドウをもやしにした豆苗が栽培されており、欧米では、フェノグリークやアルファルファなどの豆類ももやしも一般的である。 大豆を原料として発芽させたものを大豆もやしという、韓国料理や中華料理での炒め物に多用されるが、これらで使われるのは大豆による大豆もやしが一般的である。沖縄ではマーミナーと呼ばれチャンプルーによく使われる。青森県には大和に温泉もやしという長さ30センチメートル程度の大豆もやしが存在する。緑豆を原料とするもやしを、 緑豆もやしという、太めで食味は比較的淡白で癖がない。ブラックマッペの黒色の種子を発芽させたもやし、癖があるが甘みがあるのが特徴。日本では原料のブラックマッペは戦後にタイ、ミャンマーからの輸入が始まり、中華料理の普及とともに1965年頃からブラックマッペもやしの消費量が増加した。以後、 1985年頃になるとスーパーマーケットに定着し、ラーメンや鉄板焼きの需要から人気は急激に高まった。手軽に購入できたように調理ができるブラックマッペもやしの普及に従い、生産コストの高い小豆もやしや大豆もやしは衰退した。それまでの豆もやしの代表であった小豆もやしは食味と食感が煮る緑豆もやしに駆逐され、 1990年以降、急激に取って変わられた。原料の豆の種類は、ブラックマッペ、緑豆、大豆の3種がある。豆を流水で10分ほど洗い、豆の量の3倍の水に一晩漬けておき、湯に15分ほど浸士し、心筋などを殺菌し、通気性の良い薄暗い部屋で水を取り替えながら置くと7日から10日程度で、発芽する。もやしの根を太く育成するために、 しばしばエチレンを添加するための工夫がされている。成長が早いうえ、通年で栽培できるため安価な値段で取引される。日本では平安時代の本蔵和名で、もうなりの江戸時代の和漢三歳杖に似て、薬効があるものとして紹介されており、食品というよりは薬として珍重されていた。1842年、天保13年、富山藩では、 もやしものは斜視に導くものとして、売り裁きが禁じられている。現在の食用を意識したもやしものは、1850年以降、長崎に漂着した偉人が伝えた、栽培方法が江戸伝わり広まったものである。日露戦争では、特に203高地の戦いにおいて、日本軍は大豆からもやしを作る技術を知っていたので兵士のビタミンを供給でき、 もやしを知らなかったロシア軍は、解決病になって負けた、という続説がある。第二次大戦中、光のない環境で容易に栽培でき、ビタミンが豊富なことから、潜水艦内でも栽培された。豆もやし 100g あたり、この他、にセックブチルマイナス3、メトキシピラジンが微量含まれ、もやしの香りを表現する香料としても用いられる。ブラックマッペや翌湯には、 血糖値を抑制する効果のあるアルファーグルコシダーゼ、疎外作用がある。もやしには有機栽培されたり、健康に良いとされる大豆イソフラボンの含有量を増やしたりして、付加価値や価格を高めた商品もあるが、一般にはスーパーマーケットなどで特売、安売りの対象されやすい。平均的な小売価格は、 ピークだった1992年の 100g あたり20円程度から2016年には同15円程度まで下落。一方で中国からの輸入が多い原料の緑豆の価格は上昇している。2009年に国内で230社以上あった生産者は経営難から100社以上が廃業した。2017年3月9日付で工業組合もやし生産者協会東京が 文書、もやし生産者の休場についてを発出した。上がり続ける生産コストに対して上がらない販売価格。もやしの販売価格は約40年前、1977年、平均価格、総務省家計調査よりの価格よりも安い。廃業が続く生産者の休場を訴えた。 豆もやしは日光による殺菌作用のない暗所で栽培されるという性質上、大腸菌をはじめとする細菌が増殖しやすい食品であり、消費者が購入する時点で平均して1グラムあたり100万から1000万の細菌があると言われている。サルモネラ、カンピロバクターなどの食中毒菌についても、栽培前に種子の殺菌が行われるのが常であるものの、 何らかの理由で、ひとたび種子に食中毒菌が付着していた場合、増殖しやすい食品であると言える。2010年にはイギリスで発生したサルモネラ食中毒事件を受けて、英国食品基準庁が豆もやしを完全に加熱して調理するよう勧告を出している。もやしは日本では値段が比較的低値で安定しており、日本で他の野菜、洋野菜など、 が高騰した時や不景気の際に、他の野菜の代用としてのもやしの消費量が増える、傾向があるとされる。しかしスーパーなどの量販店では、客寄せとして、豆腐のように安値販売がまかり通っており、生産者側から、適正な価格での販売を求める声が強い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。